炊飯器で一発丸ごと玉ねぎの贅沢ポトフを作っていきます。玉ねぎ2玉の上下を落とし皮を剥きます。人参1本はヘタを落とし皮を剥いて角切りにします。炊飯釜で水 300ml にコンソメの素大さじ2を溶かしたら、玉ねぎ、人参、ソーセージ1袋を投入し通常炊飯スタート。炊けたら器へ盛り付け、仕上げにパセリに見せかけた青のりで彩りを添えたら完成。書籍発売中です。